はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター第2回やっていきたいと思います。第1回目ではですね、まあ一応ちょっとね、仕事の汚れ役というのを押し付けられてしまって、もうそんなんやってらんねえよって言ったら降格させられて、さらに汚れ仕事を押し付けられて、もうこんな会社辞めてやるって言って辞めたところですね。で、ちょっと同僚の会員がどっか行っちゃったんで今一人です。で、一応養生を手に入れたんですけれども、まあ、まだ意識がないんで、とりあえず養生を連れて、まあ、安全な町へ行きましょう。敵が出た。また冬近いよ。これは暗黒2回やった方が早いかな。強くなってる。暗黒のダメージ量が何に依存してんのかよくわかんない。まだ残るか。だいぶヒットポイント減ってしまった。経験値結構あんじゃん、一人だと。ではオアシスの村解剖、この子を休ませないと。とりあえず宿屋へ行こう。いらっしゃいませ。おや、お嬢ちゃんの顔色が悪い。ささ早く部屋へ。お代はいいからどうぞ。めちゃくちゃ優しいなこの店主。目を覚ましたか。気がついたね。まだ名前を聞いてなかったな。君の母さんは僕が殺したも同然、許してくれるわけはない。ただ君を守らせてくれ。まあいいや、寝よう。なんか来た。見つけたぞセシル、ジェネラル。待ってくれ、バロンは。その王の命令、ミストの生き残りのその子供を引き渡せば許してくれる。ミストのものは危険な存在らしいのでな。その娘を渡せ。断る。一体ずつ処理していこう。で、これバロン兵が全員やられるとジェネラル撤退しちゃうんですけど、それなりに経験値が美味しいんで、ジェネラルも倒します。先にジェネラルを攻撃する。頭から潰す。これが戦いの基本だ。これはオートターゲットにはなってないのか。コンフィグでそのままにしておいたからな。ジェネラル別に攻撃してくるわけじゃないんで、かかれとしか言わない。マジ無能上司だから。そう思うとバロン国家ってちょっと無能な人たちが多いよね。ただジェネラルそれなりの人分とは思ってんな。まだ生きてるか。バロン編大変だよな。かかれって言われてずっと攻撃してる。ちょっとターゲットが倒した。お上司は死んだ。お前も安らかに眠れ。800、いい経験値だ。これが部長の力だ。ごめんなさい、私のせいで。謝るのは僕の方。それも謝って済むようなことじゃない。守ってくれた。私はリディア、仲間になった。名乗っただけだろ。仲間になってくれとは言ってないぞ。しかもこんな女の子を。よし、出発だ。どこへ。特に目的もないんだけど。賢者テラ様、娘のアンナ、親一人子一人、仲が良かったがアンナが家出をしてしまった。上は何がある。砂漠で乾ききったのにカイポ特製ビール。俺ビールあんま好きじゃないんだよね。
旅の学者ダムシアの東のファブールへ研究に行きたい。地下水脈に変なじいさんがいて通してくれない。最近増えた魔物のせいでお客もめっきり。ダムシアの東にあるアントリオンの洞窟には王族しか行けない。俺たちでも行けりゃいい商売になる。特にここはこれだけ。あのばあさんなんか道具買うのに邪魔だな。一応壺とかは調べていこう。なんかあるかもしれないから。地下水脈なら北西、8匹の水蛇が出る。ダムシアン砂漠のオアシスの村カイポ。防具屋さん。革の帽子、服、革の服、鉄の腕輪。魔法防御とかも持ってるね。魔法回避率も。だから鉄の腕輪装備してんじゃん。買うものが全くない。何装備してんの？リビアはちなみにさすがにレベル1なんで。ロッド、鉄の腕輪、革の帽子、革の服。子供なのにロッド持たせてたんだ、あの母親。まあ母親が召喚師だったからね。アンナは愛する人ができた。テラ様が許さなかったばかりにカイポを飛び出した。そういう行動力のある子はいいよね。男のために家出をするって。杖。ロッドよりは杖の方が攻撃力が高いけど、そもそも攻撃しないからな。で、弓が10、5、15。ちょっとリディアはレベル上げをしないといけないんで。エーテル。小さな子を連れて歩くなら高烈にしてあげた方がいい。そういうもんなの。北にある城か砂漠一帯を治めてるダムシアン。王子様は女性のように美しいお姿と声をしていられる。バロンから来たメソメさんが村の前で倒れていた。高熱病にやられて上ごとでセシルセシルと繰り返すだけ。いつ来たんだこいつって感じだけどね。どうやって来たの。しかもあの兵士たちもそうだけどね。山で閉ざされちゃったのに。死なないでセシル。高熱病を治すには幻の宝石砂漠の光が必要。アントリオンという魔物が住む洞窟にある。じゃあそこへ行こう。とりあえずリディアのレベル上げで召喚魔法使えるんでチョコボ一回使おう。っていうか使うまでもなかった。ブリザードケアルサイトロ一気に3レベル上がった。5レベルくらいにはしていくか。で、まあ、せっかくだからチョコボを見る。マジックパワーが少なすぎる。チョコボキック126強い。15半分減ったんだけど。クロ魔法ってどれくらいだ。5も使うのか。回復しよう。死ぬかもしんねえから。まあそんな感じで準備ができたらじゃあ出発しますか。てかなんかすぐ5になったな。道具屋。エーテルは売ってないね。フェニックスの2つだとちょっと不安だから。もう1個安いし。でテントは4つあれば十分でしょ。毒消し、まあ一応2つくらい買っておこう。まあ城の方も覚えるからね。こんな感じで。じゃあまずはその地下水脈を目指して進んでいきます。ここ地下水脈南口。いきなり敵が出た。げっ、しかもバックアタックじゃねえかよ。リディアがどんくらいから16か。ちょっとこれ高烈に下げた方がいいな。チェンジ。あ、チェンジ全員か。それは楽だな。でまあ、サンダーを全体にかけてどれだけ当たるか。強い。ギャルガはこいつなんでそんな使えんの。一応攻撃勝負。ちょっとマジックパワーを節約していかないと。高いわけじゃないから撤退してったんだけど。なんだこいつマジで。こんなやついたっけ。覚えてないんだけど。で宝箱、ポーション、乙女のキス、不意打ち。なんか多いな、そういうのが。
不意打ちだとかバックアタックだとかで、ここは地下水路なんで、まあやっぱり敵としては水系が多いんで、まあ、サンダー中心にやっていけばダメージは通るんで、あと打ち漏らしたやつか暗黒で一掃したい気がするけどな、いけるかな、いってる、256から221ボールド覚えた、結構人々減るよね、割に合わない気はする。フライキラー3体でサンダー、あと3回サンダーも324とかすげえ、普通の攻撃で倒せねえのか、弓買っといた方がよかったかな、効率から攻撃できるし、なんかもう魔法だけでいいかなって思ったけど、まあガンガンレベル上がっていくからね、よく見れば暗黒剣の使い手、よく見てわかんのか、頼む手を貸してくれ、あそうこれあのローザのイベント進めないと突っかえされるんだよね、娘のアンナが銀融指示に騙されダムシアンに行ってしまった、ダムシアンには不吉な気配が立ち込めている、あなたが賢者テラ、いかにもテラ、心配になってダムシアンに向かう途中、この先の地下の湖にいる巨大な魔物に手こずっている、とてつもない力を持った、わしの魔法だけで倒せん、お主の暗黒剣とならば、なんとその子は召喚師か、かなりの資質を持っている、ダムシアンや僕らも行かなくてはいけない、いや決まりだ、というわけでテラが仲間になって、でテラはまあこっから見ると結構強い、マジックパワーも90ある、で黒魔法基本的なものは揃ってますと、ファイヤーブリザードサンダーで後列にいるんで、まあこのままでいいでしょう、あとはまた宝箱を回収しながら行くんで少し遠回りにはなるけど、ゾンビで白魔法はねケアルが覚えてんだよね、50あちょっと残るのか、もうテラ経験値めちゃくちゃ必要だな、とはいえ知性と精神がそんな高くないんで、言うほどだってリディアがもう13なのにテラ16しかないからね、でここはサンダーを使ってでリディアもサンダー、ケアルかパターンが一緒だな、また逃げんのか、倒したその前に、経験値別にすごいいっぱい持ってるってわけではないね、でここ滝、これは覚えてる、隠し部屋、エクスポーション、エーテルドライ、フェニックスの王、まあ、物としては結構いいのがある、いつ使うかって言われたらちょっとあれだけどね、ケアルだ、あーしまったケアル攻撃地中7か、すっげー暗黒剣全然効かねえ、そうなんだよねこいつら、ファイヤーで焼き尽くそう、ファイヤーの方が強くね、ケアルだより、今いくつで倒した、あれそっか、ここ上に宝箱あったね、回収していこう、ギガントード、もう魔法が使えん、サンダー、こっちはサンダーよりブリザードの方がなんか効きそうな気はするけど、どうだろう、鉄の腕輪って、鉄の腕輪テラって全然装備してねえじゃねえかよ、じいさんだからね、そんな重いのはっけ、バックアタックとか4、これ押すか、もうブリザード使おう、ライブラーはないからね、いいね、やっぱりブリザードだな、ポイズンを覚えた、10レベル、セシルは15、10レベルくらいまでだったら全然ガンガン上がってくね、ゾンビ4体で、まあ、ファイヤーでいいや、何も使えねえかな、攻撃しよう、誰も倒せねえ、
1マジで効かないんだな。暗黒属性がやっぱ付与されてんのか、暗黒騎士の剣は。暗黒の剣ペアルナだって9も使うからな。その割には微妙。ファイヤー、これテラのマジックパワーが尽きたらゾンビ倒せねえな。そしたら逃げよう。地下2階フライキラーはサンダーで対処するけど使えない。ピカルヒトか。あ、そう、思い出すがあるんだよね。まあ、一応賢者って呼ばれるだけあって、昔は結構な魔法を使えたんだけど、今なぜか理由が分かんないけど魔法の大半を忘れていると。なんで忘れてんの。それを一応思い出すというのでランダムで思い出してくれるかもしれない。バイオ強い。マジックパワー分使うんだっけ。なんか結構減ってる気がすんな。エーテル、ギガントード3体不意打ち多いな。なんでだ、そういうもんなのかって思い出す。サンダー、あ、減るな。普通に使った分は減るんだ。これ思い出せない時もあるんで、まあ、そういう時はしょうがない。7で、あとテラに関してはレベルが上がっても別にマジックパワー増えないんで、最大マジックパワーは。そこがちょっと悲しいところ。ここで休んでいこう。この魔法陣の上ならば結界が張られていて魔物が入ってこれない。テントやコテージで休んだりセーブしたりもできる。ヤスとの戦いに備え私のテントで体勢を立て直すとしよう。テント1個浮いたな。寝てしまったか。よほど疲れていたんだろう。そりゃそうだろう。もうこんな洞窟連れ回してんだから。この子は確かミストの召喚師。良い資質を秘めておる。修行を積めば他の魔法も使いこなせる。可愛い寝顔じゃ。幼い頃のアンナのようじゃ。その人はあなたの、ただ一人の娘。銀融詩人とダムシエンへ駆け落ちしてしまった。私が許さなかったばかりに。お主らはなぜダムシエンに。僕の仲間がカイポで高熱病にかかっている。砂漠の光、あれがないと私でもどうにもならん。お主たちも急ぎか。洞窟の魔物とは一体。巨大な八つの足を持つ恐ろしいやつ。簡単に言うとタコでしょ。アンナとお主の仲間のためにもまず八つを撃たねば。ダムシアの方に感じられる不吉な気配、私の気のせいならばいいのだが。そういうのも読み取れんだ。さすが賢者様。よし、出発。ここは聖なる力で守られている。テントやコテージを使って休むことやセーブすることができますと。まあ、FF1 とかはね、全然テントとかコテージとかも最後の方使わなかったけど、あれフィールドでしか使えないからね。ただ FF4 になってアイスロットかで。アイスロットって、ブリザドンなんのかな。さすがにそれはないか。まあ、一応見てみよう。あ、ブリザドだ。節約できる。中国弱い。ロッドは弱いのかな。まあでもね、1レベル上がるだけでだいぶマジックパワー上がるんで。そうって話の途中だったけど、結局 FF4 はダンジョンの途中にテントとかコテージが使えるところがあるんで、まあその度にね、使っていくんで、だいぶテントコテージの出番は増えますね。580ギル。フライキラー3体。サンダー。いいね、一掃できる。ボムのかけら。ボムのかけら自体は何。ファイヤー、そうだね。これは知性影響するのかな、使う人によって。マッハタバックアタックか。14 16 8。で効率だから弱いから、サンダーサンダーで消えてくれ。
だから割と魔法もね、連発できるんだよね。で、ちなみにこれこっち行けるんで。あ、ただ、あれ、どこだ、どっか出てくるんだっけ。先制攻撃。で、サンダー、攻撃、サンダー。これでオートバトルでいいんじゃないか。ここに出てくるだけ。なんか意味あるって言われたら、ちょっとよくわかんない。地下水脈、北口。不意打ち。もうめんどくさい。まあ、50あればね、まあ、要は3段10回打てるってことでしょ。ケアルガ。そうだ、こいつ。しかも集中してきた。早くね。一気に畳みかけないと。回復されてしまう。しかもこいつケアルガしか打たねえじゃん。はいえ、マジはいえ。終わりだ。手こずらせやがって。デジョン。え？もう覚えたっけ、デジョン。早くね？一つ前のフロアに戻る。エーテル。南極の風。南極の風は？てかスピアとか売ってないから。売ってるってその。売っ払ってないからね、ブリザード。敵の数が多い。サンダー。さっきと同じパターンじゃん。ケアルガ、ケアルガ。いけ、下のやつは倒せそう。あ、両方倒した。セシル、レベルアップ。で、下に宝箱があるんで、これをさすがに回収してから外へ出よう。シャドウブレード、これはセシルの武器。暗黒の剣から10上がるね。いいね。てか暗黒の剣かっこいいね。あの暗黒系の剣。ゾンビ4体。効かないっちゃ効かないんだけど。そう、こいつはファイヤーが使えないんだよね。サンダーで対処する。で、サンダーとファイヤーがファイヤー倒せるでしょって思ったけど、倒せなかったわ。全然ダメージ足りなかった。ここから一旦地上に出れる。やつはこの先の滝下にいる。念のため地上でテントでも張った方がいいだろう。テント大活躍だな。まあ確かに、うお、マジックパン使ってるじゃん。使ってるからね。ファイヤーミニマジシャン。何こいつ、すげえ取られんだけど。反撃にアスピリ使ってくるのが、攻撃した方がいいじゃん。はい、強襲も結構食らう。食らえ、10ホールド。めんどくさこいつ。当たらない、ホールド。これミスっても反撃してくんな。 S ナーがあるはずだ。テラは意外に覚えてるからね。役立つ魔法。許さん、暗黒使おう。で、めんどくさいからボール。ファイヤー。あ、暗黒は反撃食らわないんだ。大して経験値持ってねえし。じゃあ仕方ない、自前のテントを使うか。1個まあ一応ボス戦に備えてマジックパワーは少し節約していきますかって思ったら、もうこの下か。よく躊躇なく飛び込むな。あ、そう、まだあるよね。しかもこれさ、飛び込んだらもう戻れなくね、今思ったけど。ゾンビか。ゾンビはちょっとさすがにめんどくさいから、ブリザード、ちょっと待って、ブリザードをアイスロッドって、あ、ちょっと全体がかってできんだ。超弱そうだけどね。22111とか
所詮ただで使えるものだからな。文句はちょっと言えない。ただだから。じゃあ KR かけた方が良くない？これちなみにさ、順番飛ばせたっけ？待てよ、これ普通にあれになっちゃった。なんか飛ばせるかなって思ってボタン押したら早送りになっちゃった。げ、残ってんのかい。1東堂めっちゃ魔法覚えてるな。ハデスの手1上がる。こっちも防具だよね。で FF4 って縦で回避するときキーンってなんのかな。 FF1 とか普通になってたからね。でサンダー攻撃、サンダーもういいよ、これでひたすら攻撃していこう。消えよ、サンダー。アリゲーターって別にサンダーには弱くない？弱くないね。何でもかんでもサンダー使ってればいいってわけじゃないけど。ヤマビコ、そう、誰が持ってたんだ。ハデスの鎧、エルメスの鎧で、ハデスの鎧、魔法防御がかかんね、ちょっと。で、ここがボスか。もう一回戦闘なんだ。レッドマッシュなの。これさ、レッドってことはブリザード効くかな。そしてアイスロッドですよね。よくわかんない。あんま効いてねえわ。ひょひょんさんさんとか。なんか、厄介な敵が多いな。で、ちょっともう一回クマホー、サンダーを使ってみよう。レッド、ファイヤーを使う。325。ファイヤーでよかった。来るぞ。こやつがオクトマンモス。ここでもサンダーが弱点なんで、これ何、全員いった人か。意味あんの？めっちゃ効くな、攻撃も。35。これサンダーに弱くなかったっけ？そんなことない？まあ足を削っていく感じになります。セシルの攻撃がむちゃくちゃ通るんだけど。あとちょっともうゴリ押そ。これ全然いける。セシルが超強い。リディアの人見ると50くらいになったらちょっと回復させてあげるか。セシルとテラはもう全然大丈夫でしょ。いけ、サンダー弱いんだけど。サンダーが100くらい通るかなって思ったら、まあうまい乱数を引いて100だね多分。さすが暗黒を使えて動きが鈍り寄った。暗黒に弱いの、むしろ。だからテラは苦戦していたのか。残り足が1本。15。こいつのサンダーだけだったら確かに倒しきれない可能性があるね。テラ、レベルアップ。リディア、これでダムシアに行ける。この滝の裏から表に出られるはず。はい、というところで、じゃあオクトマンモスを倒して、洞窟を抜けたところで今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。